Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome to Think Tech Hawaii. Konnichiwa Hawaii, a Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm Yukari Kunise, and joining me today in the studio is Chiemi Ota, who cooperates a unique homestay program in Makaha area on Oahu. You can create a so-called order-made homestay program, including gourmet cooking with a professional chef, English lessons, and volunteer hula, yoga, hiking, and shopping and sightseeing. 皆さんこんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送はオアフ島の西海岸マカハ地区でユニークなホームステイプログラムを提供していらっしゃる太田千恵美さんをスタジオにお招きしています。千恵美さん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。早速ですが、千恵美さんのホームステイプログラムというのは普通のとはちょっと違うと、はい、長期で、なんか何が違うんでしょうか。非常にユニークだというふうに聞いたんですが、ちょっとお話をしていただいてよろしいですか。はい、通常のホームステイって言いますと、はい、例えばですけどホストのマザーがいてホストファーザーがいてそこに滞在する。でそこでお食事は出てくるわけですよね。はい、ただ私たちはその滞在して、もちろん学生さんもいるんですけど、生徒さんたちに滞在していただいて、はいはい、夕飯に向けて調理レッスンを毎日します。毎日なので、はい、料理、うん、学びながらグルメなフードが食べれるというプログラムを、調理レッスン自体は月曜から金曜なんですけれども、はい、毎日やっています。じゃあ夕飯を作ると一緒に、はい、もちろん例えばですけど朝ごはんに食べなきゃいけないものとか、はいはい、仕込まなきゃいけないものとかがあったらそういうのもします。じゃあ仕込みから教えるんですか。そうです。なるほど、はい、でそれは例えばどんなお食事が出てくるんですか。例えば、はい、エッグスベネディクトを食べたい、エッグスベネディクト食べたいっていうリクエストがあったとしますよね。はい、それはそのお客さんからですね。お客さんから、はい、そうなんです。はい、生徒さんにまず、はい、私たちのテキストブックもあるんですけど、そこから選んでいただいて、それでリクエストができるんです。でまずリクエストしていただいて、例えば、はいはい、エッグスベネディクトを作りたいってなったら、はい、イングリッシュマフィンから作るの。イングリッシュマフィンから作っちゃう。お店で買ってこない。買ってこない。あ、そうなんですね。卵を養鶏場に取りに行く。養鶏場もあるんですか。そうです、はい、そういう形で、はいはい、なぜこのフードがこういうふうにできたのかっていうのから学んでいただく。はあ、はい、なるほど。例えばシーザーサラダがどういうふうにできたのか、シーザーサラダ、シーザーサラダの歴史とか、はい、そういう歴史を学んでいただいたり、なんでこういうフードができちゃったのかとか、はい、そういうところまで教えます。はい、じゃあこう勝手にこんなの食べたいわなんて言えないですね。なんかそうするといっぱい学ばなくちゃいけなかったりそう、お客さんたまにね、はい、あ、エッグスベネディクトってパンからイングリッシュワインから作るんですねってびっくりされたりそうでしますけど、はい、皆さんだから買わなきゃいけないと思っているものを作ったりします。例えば市販のもの、皆さんやっぱりスーパーマーケットに行って買うものって思ってるものが、思ってます。いやそうじゃなくて作るんだよって言って作ります。じゃあ例えば野菜とか、まあ、果物とか、まあ、お肉なんかもあると思うんですが、まさかお魚を釣るとこまではしないですよね。釣りたい人がいればそうなんですね。はい、野菜なんかはどうなさるんですか。野菜はですね、近くにファームがあって、はい、そこにファームがある、はい、ファームに取りに行きます。あ、でそれも経営してらっしゃるんですか。ファーム、ファームをやっているわけではなくて、うん、いろんなこうそのファームでもオーガニックファームであったりとか、うん、自然農のファームであったりとかするんですね。でその農家さんたちをサポートしているので、はい、ボランティアには行きますけど、そこを運営しているわけではないです。うん、なるほど。はい、でもその近所に実際に作っていらっしゃるところとか、そうです、ただスーパーに行って物を買ってくるっていうんじゃなくて、うん、はい、そういうところから最初から学んでもらうと。なるべく旬のものを、なるべく自分のいるところから、近くにあるものから食べてもらって、ローカルフード、そうです、地産地消。なるほどね。はい、でその英語なんですけど、うん、まあ、英語を学びたいっていう方は普通はまあ英語学校に行くっていうような感じですよね。はいはい、でもホームステイをしながら英語を学ぶっていうことは、うん、はい、なんかレッスンとかあるんですか。朝10時
学びますみたいな。ですね、はい、どういうふうにやってらっしゃる、うん、朝ちょっと今朝早起きな人は朝早いから、はい、もう全然時間帯がその見えないんですけど、例えば、はいはい、私はネイティブの人とマンツーマンのレッスンをしたいっていうリクエストがあれば、はい、例えばフランキーと時間を取ってもらって、フランキーさんというのはご主人でいらっしゃいますね、はい、旦那さんとその日本語のわからない人と、はい、うん、1時間でもずっと話してそのコミュニケーションを取ってもらうっていう仕方はします。なるほど、まあ、その人 の英語のレベルに合わせて、あ、全く英語オンリーだと全然ついていけない人もいるから、そういう時は私がちゃんと字幕になって、はい、字幕字幕今人間字幕でこうやって言ったんだよってというふうにフォローしながら、その、はい、その人が少しでも学べるような環境。なるほど、はい、でその長期ステイっていうのは、はい、まあ、いろいろ長期って言ってもいろいろあると思うんですけど、はい、普通はどのぐらい皆さんいらっしゃるんですか？だいたい1ヶ月のプログラムです。1ヶ月、はい、あ、そしてその1ヶ月の間に夕食を作って、はい、英語も学びたい 人は学んで、学ぶで他に何かやりたいっていう、まあ、先ほどオーダーメイドっていうふうにちょっと説明したんですが、うんうん、はい、それはもう何でも希望が聞けちゃうっていうことなんですか？そうです。まずはハワイに、はい、皆さんハワイに求めてるものってそれぞれ全然違うんですよね、うん、例えばビーチが大好きだったり、はいはい、ね、フラに見せられてたりとかっていうのがあるので、はい、うん、その方のしたいこと、まずハワイでこう達成したいことみたいなのを書き出してもらって、はい、それを一つ一つ実現させていくの。すごいですね。その達成したいことっていうのは日本にいる時に申し込む時に何かこう書いたりするんですか？うん、こちらに来てから例えばですけど、うん、あ、はい、こういうフラ のイベントの情報があるっていうので、はい、そこからじゃあフラをレッスンをしてみたいって言い始める人もいるので、はいはい、それはいつでも、もっとすごく前からもうみっちり計画してくる方もいれば、何も計画しないでとりあえずこう流れに任せてみるみたいな方もいるので、リクエストはいつでもできます。でもそれに対応していくすごいすごいですよね。楽しいですよ。あ、楽しいですか？うん、皆さん例えば一緒にもちろん帯同する方がいるんですけど、はい、ここに来なかったらこういう機会はなかったかもしれないって言ってくれる人もいるからね。例えば全然世代の違う人たちと一緒に交流できたりとか、それも嬉しい。かったり、うん、私は絶対サーフィンなんかしなかったと思うけど、ね、もう一人の方が行きたいって言って、じゃあ私も行ってみようかなって言ったらすごい楽しかったとか、もうハマってしまったとか、そうそうそう、だからそういうふうにこう違う人たちが来て、全く見知らぬ人がそこでうちで会って、うん、それでまた自分が普段やったことない体験とかもできたりするので、うんうん、なるほどね。うん、で今こう話を伺って考えたんですけど、うん、私は今ハワイに住んでいるので、うん、あんまりこう、あ、ハワイのとかって考えないですけど、うん、例えば私が違う国に行って、うん、まあ、イタリアでもアフリカでもどこでもいいですけど、うん、そこのそういう体験ができたらすごく楽しいですよね、うん、やっぱりすごくそこがユニークっていう感じがしますね。だから1ヶ月単位でいらっしゃる方っていうのは、うん、やっぱり観光には多分もう飽きていらっしゃる方、あ、もう何回も来てらっしゃる、うん、はいはい、なのでこうなんか違ったハワイを体験したいとか、うん、こうハワイ 今のなんかちょっとキーワードになってるんですけど、はい、ハワイに住んでるみたいに暮らしていきたいんです。あ、長期滞在といっても、うん、そうそう、だから観光じゃなくって、はい、うん、地元の人たちが味わっているような、こう住んでるようにく、うん、暮らしてハワイ生活をしてみたい。ああ、分かる気がしますね、うん、それはね。それで今その泊まるところなんですけど、はい、とってもこう素晴らしいところで、皆さんマカハ地区いらっしゃったことがある方も多いかと思いますけれど、ジェイミーさんとそれからご主人のフランキーさんが、提供してらっしゃるその場所というところがですねすごいんで、まずそこのちょっと写真を見せていただきたいと思います。はい、If you can show the first two pictures. はい、ここですね。これはお城かという、はい、マカハ城へようこそ。マカハ城なんですね。後ろにあるのがあれはマカハのなんか丘陵なんでしょうか。マカハバレー。マカハバレー、はいはい、でこの大きなお家っていうのは、ちょっとユニークなとお聞きしたんですが、どこがユニークなんでしょうか。私の旦那さんが自分で建てました、はい、自分で建てたと、はい、いうことは最初平地で何もなかったってことですか。何もないとか、はい、でじゃあ大工さんもできちゃう方なんですか。そうですね、はあ、はい、で今これお部屋はどのぐらいある、ベッドルームが、はい、6つあります。6つ、はい、トイレは、トイレ 1,2,3,4,5,5つ、トイレも5つ、はい、はい、で最高何人ぐらいまで泊まれるんですか。そうですね、12名ぐらい泊まれるかな。12名ぐらいゆったりと、はいはい、If you can show the second picture、
はい、これは裏庭から見た裏庭ですか、はい、裏庭って言っても素晴らしい。まだこの手前にテニスコートあるんですけどね。テニスコートが裏庭にある。バスケのフープがありますけど、はい、バスケのフープもある、はい、そこから見るとこの海をこう見下ろしている感じです ね、はい、これが、ハワイ、オアフ島のマカハ地区の海を見ているところ、はい、ということですね。その前にゴルフコースがあって、ゴルフコースもある、はい、その前にはい、今はですねサンセットが綺麗に見える時期です、はい、なるほど、はい、まあ、こういう素晴らしいところに、12人まで泊まれると12人12名、はい、それからここにあの泊まったお客さんいろんな方がいらっしゃると思うんですけど、何かあの被災地のお子さんも、はい、あの泊まったことがあるっていうの、はい、そういうプログラムもやってらっしゃるんですか、はい、Thank you for the pictures. ありがとうございます。まだね、もう震災から何年も経っていますけれども、はい、ハワイではその被災、うん、あの東北支援を続けている団体っていうのはあるんですね、はいはい、なのでそういう団体を応援しています。なのでその方たちが生徒さんたちを10名ぐらい招待するプログラムとかもあったりするんですけど、その時はうちに泊まっていただいて、はい、でもちろん料理を教えますけど、ただでは泊まれないよね。働いてください。作らないと食べれないみたいな。そうなんですね。実は私も一度泊めていただいたことがあるんですが、ここに泊まった人は自分で作りますって言われて、はい、エプロンって最初はエプロンをいただいてですね、はい、やらせていただいたことがあります。出てこないです。じゃあお買い物とかもそのお客さんが一緒に行ったりするんですか？はい、一緒に行きます、もちろん、はい、でやっぱりコスコに行ったりとか、オーガニックのコストコですね、日本語で言うね、コストコに行く体験も体験になりますし、はい、オーガニックのスーパーに行ったりとか、そういうことも、はい、ね、いろんな食材を説明したりとかして、はい、一番人気があるっていうようなのはどんなお料理が人気がありますか？料理、はい、料理の種類って言うんでしょうか？まあ、もちろんハワイにいらしているので、はい、ハワイ料理も学ぶんですけど、うん、そうですね、ピッツァとか、ピッツァ、パスタとか生の麺から作るんですけど、ピザ側から作る。そうそうそう、パスタもこう、そうそう、で生地飛ばしてね、生地を飛ばす、それは私の旦那さんが飛ばすピザ屋さんなので、こうピッてこうやって飛ばすんですか？飛びます。ああ、それもやってください。見たいですけれどね、はい、あとお二人で、はい、そのグルメクッキングの本を出されてるというふうに聞いたんですが、はい、どんな本なんですか？それはですね、はい、ですね、料理本を作るプロジェクトをちょうど震災の前の年に始めたんです、はい、で2010年、ね、はい、でその時は、うん、まだクラウドファンディングっていうその言葉が浸透してなかったんですけど、クラウドファンディング的に、はい、ただ料理本を出したいので、はい、本買ってくださいって先に何も出てないのにお客さん買ってくれてたの。はあ、それはその震災への支援金みたいな形だったんですか？そうではなくて、そうではなくて、はい、それで、はい、資金が集まったら料理本が出せる、なのでそれを出すプロジェクトをしますって宣言したんです、はい、そしたら前払いで最初は何も知らないのに、はい、何も出てないのにお客さんが皆さん買ってくださって、はい、それは前泊まったお客さんとかそういうことですか？そうです、これまでのお友達とか皆さんに協力していただいて、はい、それで出せることになって、はい、その時ちょうどだからその震災の年11年の2月ぐらいに書いてたんですけど、はい、うん、その後は、はい、そこからは、まあ、自然発生なんですけど、うん、私たちも NPO を立ち上げたので、はい、その料理本のプロジェクトとかそちらの NPO の方に、はい、で運営してます。その NPO っていうのはどういう、うん、それは震災の後に立ち上げたものなんですけれども、はい、なんていう名前なんですか？ NPO クラブカサデラドルチビッタ、はい、長いですねこれがね。長いね。もうちょっともう一回ゆっくり言っていただいていいですか？はい、うちのカサデラドルチェビーターがクラブとなって、はいはい、NPO となった。なるほど、はい、そのカサデラドルチェドルチェビータビータ、これかっこいいんですけどイタリア語だそうです、はい、ご主人はイタリア系のアメリカ人でいらっしゃるということで、はい、それはどういう意味なんでしょうか？ハウスオブスイートライフ、日本語は日本語だと、はい、優しさの満ち溢れる家。おカサデラデラドルチェってスイーツなんですけど、どっちかっていうと甘いじゃなくて優しいっていう。もう一度日本語言っていただいていいですか？はい優しさの満ち溢れる家。優しさの満ち溢れる家だそうです、はい、ということで今ちょっとここで休憩をいただいて、はい、We'll be right back. We take a little break here. ちょっと休みをいただきます。Hey, aloha. My name is Andrew Lanning. I'm the host of Security Matters Hawaii, airing every Wednesday here on Think Tech Hawaii, live from the studios. I'll bring you guests. I'll bring you information about the things in security that matter to keeping you safe
your coworkers safe, your family safe, to keep our community safe. We want to teach you about those things in our industry that, you know, may be a little outside of your experience. So please join me, because security matters. Aloha. I'm Jay Fidel, ThinkTech. ThinkTech loves energy. I'm the host of Mina, Marco, and Me, which is Mina Morita, former chair of the PUC, former legislator, and Energy Dynamics, a consulting organization in energy. Marco Mangelsdorf is the CEO of ProVision Solar in Hilo. Every 2 weeks, we talk about energy, everything about energy. Come around and watch us. We're on at noon on Mondays, every 2 weeks on ThinkTech. Aloha. Okay, we're back from the break. And we have Jimmy Ota here, today's guest. ライブでお届けしております ThinkTech Hawaii。 こんにちは、ハワイ。今日はオアフ島マカハ地区でユニークなホームステイプログラムを提供している太田千恵美さんにお話を伺っています。それでは引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。So maybe we can show the picture here。 最初にこれは先ほどからお話に出ています、はい、ファンキーです、はい、とてもスイートな写真なんですが、これが先ほどの立派なお家を一から作ったという、そしてシェフでもあられるフランキーさんと、それから今日のゲスト千恵美さんの写真です。あとは次にお料理を実際にしているところですね、はい、Next photo please。 これは何をしているところですか。これは今ハワイ料理を作ってます。ラウラウっていう料理なんですけれども、はい、ラウラウ必ず教える料理の一つです、はいはい、これは別に食べたいとかリクエストがなくてもハワイ料理は必ず教えます。なるほど、はい、どこかのタイミングで。これは何の葉っぱを使ってらっしゃるんですか。今私が手に持っているのはタロイモの葉っぱなんですけれども、はい、タロイモ、はい、タロイモの葉っぱを肉とかその、はい、肉と塩漬けした魚とで、はい、葉っぱでくるんで、はい、さらにその下にあるあれティーリーフなんですけれども、ティーリーフで縛って、はい、蒸す料理、蒸し料理です。それどうやって蒸すんですか。火で蒸す、蒸し器で、はい、あ、なるほど。ただひたすら4時間蒸します。4時間も蒸す、はい、じゃあそのタロイモにこう包んだりとか、うん、ティーリーフに包んだり、そこをみんなでやるわけですか。そうです。なるほど、はい、で今そこに出ているこうちょっとお皿みたいな、あれは何をしてるものなんでしょう。あれは中に入っている具ですね。具、はい、一番右が肉、うん、その隣には揚げ豆腐。揚げ豆腐ちょっとユニークなんですけど、私たち揚げ豆腐バージョンも作るんです、はい、揚げ豆腐、はい、でその隣にある白いのが、はい、塩漬けしたタラ、タラ、はい、塩漬けしたタラがその塩分になるんですけど、肉と一緒に合わせて蒸し焼き、はい、そういうのはじゃあハワイ風ではあってもこのお家で、まあ、ユニークに作ったということでしょうか。はい、うちはイタリアンソーセージバージョンなんかもあります。あ、なるほど、はい、OK。 じゃあ最後の、Picture for the last one。もう一枚ありますね。これは何を作ってらっしゃるんですか、はい、これはね、はい、何だろう、多分チーズかなんかですかね、うん、チーズをパイ生地でくるんで焼く。なるほど、はい、ベイクドブリーですね、はい。もうお料理をするっていうのがもう本当にレストランの料理、場のような立派なキッチンで、キッチンがもう業務用みたいな感じですね。業務用ですよね、はい、はい、okay. And the last one、 はい、はい、これはなんかとってもレストランのシェフっていう感じで、はい、作っていますけど、はい、何を作ってらっしゃるんですか。この写真はですね、はい、その手前にちょっとちっちゃなピンクのありますけど、はいはいはい、それロミロミサーモンを使って、ロミロミサーモン、はい、ハワイの、これはハワイの伝統料理なんですけれども、はい、少しアレンジして、実はロミロミサーモンを練り込んだチーズケーキを焼くんです。チーズケーキを焼く、はい、ちょっと今一瞬止まってしまったんです。甘くないセーボリーな、はい、チーズケーキをサラダにのせて、はい、ドレッシングをかけてサラダとしていただく。はあ、とってもユニークですね、はい、これはうちのオリジナルのレシピです。なるほど、こういうのも本に書いてあるんですか。書いてあります。ありますか、はい、その本の題名は何て言うんですか。本は、うん、カサデラドルチェビッタっていう風に、それはアマゾンかなんかで、はい、日本にいらっしゃる方も買えるんでしょうか。買えない、うち東京から送りますみたいな感じ。あ、そうですか、はい、じゃあ直接東京の我が家に置いてありますみたいな感じ。あ、なるほど、じゃあ日本の方は日本で、はい、リクエストができる、はい、まあ、アメリカ、ハワイの方はここで、はい、リクエストができる、ね、ということでしょうか、はい、はい、そう、
まだ1冊目で4冊作る予定なんですけれど、そうですので、はい、どんどん面白いそのハワイとですね、はい、日本とそれからこうグルメのいろいろなイタリアとか、はい、そういうのがもう全部混じって、そうです、はいはい、これは他のところではちょっとあの手に入らないという感じだと思いますけれど、英語と日本語で書いてあります、はい、なるほど、あの日英で例えば英語をあの勉強されたい方、そういう方もいいかもしれませんね、はい、はい、あとじゃあ引き続きですね、はい、そのまあ、お料理と英語、はい、その他にもいろいろなことができると、体験ができる、はい、で先ほどちょっと言ってらっしゃいましたけれど、希望があればサーフィングもできるし、はい、なんか例えばハイキングなんかも行っちゃうし、うん、はい、例えばどんなところが一番人気がありますか？一番人気、まあ、英語とのお料理以外、一番っていうのはなかなかないかもですね。ただファームの体験とか、はい、ファーム、はいはい、あの実際に収穫しに行ってっていうのが、例えばパパイヤなんかも、はい、どういう木にどうなってるか知らない方とかっているじゃないですか、はい、私もハワイに来るまで知らなかったです、うん、でこうやってなってる、うん、そうそうそう、うん、だからそういう形で実際に取りに行って、はい、収穫して、例えば人参引っこ抜いてみたりとか、はい、でまたその人参を引っこ抜きました、その人参の葉っぱも使った料理をして、はい、無駄なく、はい、どうやって無駄なく料理するかとか、はい、じゃあ農場体験でしょうかね、農場体験、はい、あとは例えばですね、はい、あのタロイモをすりつぶしてポイを作る体験とか、はい、そういうのもできます、はいはい、こんなんでこうなんかこうやるやつですね、はい、そうです、はいはい、石で潰していく、そういう体験とかですね、はい、あとは何だろう、やっぱりフラを踊る勉強したいっていう方も多いですか、うん、皆さんフラではないですけど、ないですか、はいはい、あとヨガもあの、うん、増えてきていますね、はい、ヨガレッスン、うん、はいはい、お連れしたりとかあの私がヨガをちょっと教えてるもんですから、はい、そこに来てくださる時もあります、はい、ジェイミーさんは疲れてらっしゃる時々こうやってずっといつもまずショーバーサーなからやってますけどね、はい、あとお伺いしたかったのはその、まあ、NPO 団体でやられていることで、はい、うん、あの被災地にも行かれたりしてますよね、はい、ボランティアで行って、はい、今までどんなことをされてきたんですか？ですね、私ももともとマッサージセラピストだったので、はいはい、ボランティアで、ま、あの仮設に行ってマッサージセラピストたちを連れてって、はい、一緒にボランティアでマッサージしたり、はい、ということは仮設住宅に実際に東北に行って、うん、行って、そうです、東北だけですか今のところ、東北、はいはい、で行ってそこにマッサージのグループがチームが来て、はい、一緒にマッサージをして、でそれもう一つもうちょっと突き進んで、はい、ママさんたちにマッサージ、簡単なマッサージを教えたり、はい、はい、あ、実際にじゃあ家族の人にできるように、 その人たちに教える、はい、そうなんです、だ、うん、から私たちのモットーっていうのは自立支援なんですね。だから自立支援ですね、はいはい、私たちが施してあげるだけでなくって、その人たちが何かできるようになるっていうのが目的なんです、うん、なるほど、例えば、はい、料理とかもそうです、私と旦那さんと一緒に東北の仮設に行って、はい、料理を作ってあげるんではなくって、うん、料理レッスンをして、うん、みんなで作って、うん、また作ってねみたいな感じ、なるほどね、 その方がなんか子どもたちも、はい、あの学びもあるし、そういう支援をしてます。よくあの言うのが、そのお魚をあげてあげるのではなくて、釣りの仕方を教えることで、 そちらの方です、ですね、うん、であのそのお家の、優しさの満ち溢れるお家もそうですけれど行ったらただそこであのお客さんになって作ってもらうんじゃなくて、自分でやる自立をしてもらうっていうところに意義を感じてる、はい、そうなんです、うん、例えばですけど、私が毎朝朝ごはんを作ってあげても、その方たち朝ごはん作れないですよね、はい、じゃあオムレツ作り方を教えるからって教えて、はいはい、でそれでじゃあ学びました、うん、でその方に違う人に教えてもらうの、うん、じゃああなたオムレツの作り方を教えてね、うん、教えることでまた本当にそうですよ、ね、学ぶっていう、はい、そういうこれ、はい、すごいいい連鎖していくんですよ。なるほど、ペイフォーワードみたいな感じですよね。確かにそのやっぱり学ぶっていうのもすごくいいと思いますけれど、うんうん、学んだものを教えてみると、あれ知らなかったっていうのありますよね。なるほどね、そういう形でやっぱりその学びの中に自立してほしいっていう気持ちがある、うん、私が できるのは当たり前なんです、うん、できない人ができるようになって初めて、うん、ね、広がっていくっていう感じでしょうか。そう、何か学んだっていうのもあるし、はい、すごく達成感もあり、それは子供とかそうです、うん、急に自信がついてたりする。そうなんですね、うん、そう、一つオムレツができたっていうだけで、はい、もうあの実家に帰ってね、はい、全然家事も何もしなかった小学生が、はい、帰ってまず親にオムレツをもう誇らしげに作った、はい、
いいですね、作ったらしくって、もうお母さんがもうびっくりしちゃってメッセージくれて、はい、娘、何もしない娘がオムレツ作ってくれましたみたいな、もうそこで子供は自信がつく。でもそれは本当ありがたいですね。本当にただお金をいただくとか、うん、あのお客さんがいっぱい来るっていうことではなくて、その人たちが何か次につながっていくっていう、うん、そう、それはじゃあ、うん、ちえみさんはどういうところからそれをしたいな、まあ、ご主人と一緒だと思うんですけれど、うん、なんかこうモットーみたいのがあるんですか、哲学っていうんでしょうか、うん、これを始めている、続けている、続けているのはその、うん、まさにそれです。あの自立してほしいっていうのと、うんうん、私がさっき言いましたけど、うん、あのできる人が、できる人はできる人でいいんですよ、うん、じゃなくて、はい、できない人ができるようになるとか、うん、あと何かこうなんて言うんでしょうね、その先ほどの自信でもないですけども、うん、あのこう何か成し遂げたんだっていう達成感みたいな、うんうん、それでなんか人はすごく変われたりする、うん、それがその本当にきっかけが何かわからないんですよね。だからとりあえずいろんなことやってみて、はい、そんな感じです。なるほど、うん、今小学生って言いましたけど、何歳ぐらいから、それ親御さんと一緒にいらしたんですか。親御さんで、例えばですけど、はい、いや3歳児でも料理するんですよ。3歳児します、します。、はい、うん、あの遊んでるか料理してるか違いは分かってないと思うんですけど、はい、パスタこねてるのか粘土で遊んでるのか分かんないですけど、でもやります。なるほど、ね、すごい楽しい。あのパスタぐるぐる、ね、回してカットしたりとか、はい、じゃあ下は3歳から、はい、こうご高齢の方は何歳ぐらいの方がいらしてます、はい、80歳でも80歳、はい、いらっしゃいますよ。一人でいらっしゃる方もいますか。一人で、あの例えば10歳ぐらいで一人で来ちゃう子もいますよ。はい、来ちゃう子もいるんですね。はい、そう、親御さんも偉いですね。今の子たちってね、すごくなんて言うんでしょう、とってもなんて言うんでしょう、機会に恵まれてますよね。まあ、特にハワイでそれで日本人の方がいらっしゃるっていうことで安心っていうところもありますよね。それもあると思います、もちろん。で英語も学べる、料理も学べる、自立も学べるということで、この素晴らしいところをですね、皆さんあのご興味が出たんではないかと思います。まあ、日本のテレビなんかでも紹介されているようですけれど、実際にあのもしコンタクトをしたいという方はどこに連絡をすればよろしいですか。はい、先ほどカサデラドルチェビッタって書いてあったと思うんですけれども、はい、もう一回ゆっくりゆっくり綴った方がいいとか。大丈夫です。カサ、はい、タイトル出てこないですよね。はい、そうですね、うん、カサデラドルチェビッタ、はい、@gmail.com、はい、ということで、あ、出ましたね。ありがとう。カサデラドルチェビッタ、カサデラドルチェビッタ @gmail.com、@gmail.com、これが一文字でギュッとこう、はい、それで出てきます、はい、それでコンタクト取っていただくか、あとは、はい、あのネットで、そうですね、ハワイ料理1ヶ月ホームステイみたいな感じで検索していただくと、検索がハワイ料理、ホームページが出てきます、はいはい、あとなんかフェイスブックかなんかでお写真とか見れるんでしょうか。フェイスブックはですね、私のプロジェクトのページはありますね。その東北支援とかのはあります。はい、うちの滞在は逆にうちに来た方だけが見れる、なるほど、プライベートな空間もあるんですけど、はい、わかりました。はい、じゃあ、 一番カサデラ、はい、ビタドルチェですね。カサデラドルチェビタ、はい、逆になります。イタリア語ができないもんですか。ということで、皆さん興味のある方はそちらで、検索をしていただきたいと思います。今日は本当に面白い話ありがとうございました。引き続き頑張ってやってください。はい、はい、ということで、Thank you for everybody watching、Think Tech Hawaii、 こんにちはハワイ、I'm Yukari Kunisue. We'll be back next week. 今日の、こんにちはハワイ、今日はこれでおしまいです。 Thank you for watching. See you next time.